コンサルタントの仕事の具体的な内容とか一日の業務流れとか内容っていうところを皆さんにお伝えしていきたいと思ってます。プロジェクト分会議が発生して、内容よく分かってないけどひたすら会議はなんとなくこう会話処理して抽象から舞台までこう抑えなきゃいけないっていう感じのところが分かった、今回視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。ぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに皆様の挑戦お待ちしております。はい、どうも皆さんこんにちは、トップシムのサスケです。コウキです。チャンネル登録、ベルマークのクリックは村方、よろしくお願いします。ということで、本日はコウキくんとの動画になるんですけども、コウキはもともとね、外資コンサル、アクセンチュア出身で、今スタートアップ働いてることなので、結構そのコンサルタントの仕事の具体的な内容とかイメージついてる人結構多いと思うので、その一日の業務の流れとか内容っていうところを皆さんにお伝えしていきたいと思ってます。ざっくりなんですけど、一日の流れとかってどんな感じで済むの、コンサルタント？もうひたすら会議。ああ、じゃなんか。ひたすら会議。午前中午後でなんか変わるとか、商社とかでいろいろ変わったりするんだけど、そういうよりは結構一日の会議でいろんな会議があるっていう感じかな。そうっすね。まあ、シンプルに一日に多い時にもう6個とか7個とか、会議の準備して、あやばい焦って会議やって、待ってまとめて16投げて、また次の会議の準備してっていうのをずっとこのぐらいらしいですね。なるほど、なるほど。じゃ結構ビジネスアワーはその会議で埋め尽くされてて、じゃあ夜とか、やっぱ資料作成とか準備もあるじゃん。そういうのはいつやってんの？もうそれも会議と会議の合間。ああ、なるほど、なるほど。常に会議ってものに追われてるみたいな生活になってますね。なるほど、なるほど。了解でしょ。じゃあその一日の流れっていうのはざっくり、まあ、ほとんど会議で埋まってると。で、合間にこういろいろ作業していくってことなんだけど、その中でも会議のそれぞれの内容だったりとか役割とかっていうところを聞いていきたいんだけど、そこはこんな感じ？あ、そうですね。大前提、僕は PMO っていうものをやっていて、いわゆる戦略コンサルとは少し経路が違う総合コンサルで一番メジャーなプロジェクトマネジメントオフィスっていうやつで、先にその説明したいんですけど、まあ、簡単に言うとプロジェクトマネージャーっていうじゃないですか。まあ、その人が、まあ、いわゆる QCD 品質、コスト、納期を管理する人なんですけど、まあ、その人の補佐役みたいなのが PMO なんですね。そういうポジションで入ってるコンサルっていう前提で、ちょっと戦略期待してた方はごめんなさいなんですけども、なるほど、なるほど、っていうのが PMO っていう役職です。で、その動き方としては、まあ、PMO っていうのは結局、まあ、僕多い時はもう1000人ぐらいのメンバーがいるようなプロジェクト管理をしていたので、でかいね。そうなんですよね。トイメンのこの担当のクライアントの方が、まあ、CIO だったり部長さんだったり、まあ、いわゆる大手企業のザ・お偉いさんみたいで、そこにこう何十ってプロジェクトがガーッとつながってるんですね。A から分かんないですよ、 Z まであるみたいな。なるほど。でこの A から Z にひたすら潜り込みまくるみたいな、そんな感じですね。ああ、じゃあプロジェクトの大きな枠組みでは一つなんだけど、その細かいところのチームにいろいろ入ってるから、あ、そうです、そうです、そのいろんな会議に出てくみたいな。はい。ああ、なるほど。それ結構大変だね。そうなんですよ。なんかよくある、まあ、デジタル案件とか多くなって、例えば銀行の手作業だっていうものをデジタル化しましょうみたいな、大きなプロジェクトがあって、そこのトップが、まあ、大体 CIO とかそういうお偉いさんなんですね。でそこにそれをするためのプロジェクトがいくつもつながっていて、そのプロジェクトを管理するのが PMO なんで、そのプロジェクト分会議が発生して、内容よく分かってないけどひたすら会議はなんとなくこう課題を処理して議事録作ってみたいなことをやってるってイメージです。なるほど、なるほど。じゃあかなり会議ごとに頭の切り替えも必要だし、アウトプットの数も相当多いし、納期管理とかが一つのプロジェクトだったらさ、例えばじゃあ今日これやって、明日これやってっていうのが割と一本道で見えてるかもしれないけど、それがもう複雑にいろんなプロジェクトが動いてるから結構頭おかしくなるよね。いや、マジでそうですよ、本当に。特に最初入ったとか本当何言ってるかわからないんで、正直なんで、コンサルと集中入ってるんで、例えば銀行がクライアントだったら銀行っていう業務もわからなければ、若手の頃って IT もわからないんで、わからないものとわからないもので会話されてるんで、なんかその本当にアラビア語聞いてるみたいな感じ。なるほどね。で議事録も録音してるときは録音して、それを聞いて3回聞いても分かんないみたいな、そういう状態からスタートしてこうキャッチアップして状況を把握してやっていくと、だんだんこうプロジェクトのこう抑えなきゃいけない勘どころみたいなところが分かってくるんで、まあ、そこを頼りに、まあ、横展開して進めていくみたいな感じですね。ありがとうございます。ということで、まあ、結構かなり並行するねプロジェクトを動かすと大変だったと思うんだけど、その中でもランチとかさ、まあ、夜あるじゃん、これはどういう風に過ごしてたの？昼は結構食べなかったこと多かったんですけど。ああ、もう忙しすぎて。そうですね。プロジェクトやるんですけど、行く暇がなくて行けないみたいな。なんかあんまりみんなで食べに行くみたいな文化はなかったかもしれないですね。確かにそれぞれ多分、例えば1時から海外行ったらその準備があったりとか。そうなんですよね。会議のところでなったりとかしていて。まあでも終わった後、業務終わった後みたいな話ですかね、あと夜っていうのは。そうだね、そうだね。
っていうのだとやっぱ飲みに行くことは多かったですかね、上司の人とか。ああ、そのプロジェクト一緒に動かしてる人と割が同じぐらいだと、うん、今日ちょっといっぱい行くかみたいな。そうですね、コンサルでいいとこでマネージャーが経費持ったりとかするんで。ああ、なるほどね、うん、そこでスタッフの方とかは特にお金も払わず、うんうん、マネージャーが経費でかっこよく怒ってくれるみたいな、うんうん、会社の金だからってみたいな、うんうんうん、今はあるか分かんないですけど結構あるあるなのかなとか思ったりします。なるほど、じゃあ会社のお金で飲みに行ける福井高専っていうところが、ね、まあ当時はあったと、はい、当時はあって今は分かんないですけど今もあるかもしれないです、ね、じゃあこれは比較的余力がある時かな、飲み行けるのは。忙しい繁忙期とかもあるわけじゃん。はいはいはい、はい、ここはどうなの。いやでもあんま関係ないです。あ、じゃあもう忙しくてもそのままでみたいなの多くって、ね、深夜で帰るみたいなのもあって、タクシーも帰れちゃうみたいなのもあったりとかするんで、特に昔からいる人の感覚だとそういうの多かったですね。なるほどなるほど、まあちょっと今は変わってるかもしれないですけども、うん、あの当時としては僕がいた時はそういう風な少し美味しいところもあったかなって。なるほどなるほど、裏側の経費みたいな。うんうんうん、まあでもそれってあれだよね、ここだけとすごい働いて飲み行くの大変みたいな思う方いるかもしれないですけど、まあ結構関係地作りだったりとか、やっぱり一緒に大変な思いをした人たちと飲み行くっていうのはなんかね、学びもあるし、ストレスの発散って意味でも悪くないことなんじゃないかな。そこでやっぱいろいろ話聞けるの楽しかったですね。うんうんうん、なんか強制的に連れてかれるっていう感じではなかったんで、うんうんうん、なんか貴重な昔話とかいろいろ聞いたりとかして、うんうん、ああすげえなーみたいな感じでした、ね。まあ、特にね、若手から見るとね、うんうん、ちょっと古き良き日本の企業と近い文化かもしれないけど、ね、大事でありながらね、はい、あのそこは僕も結構好きな文化だったりするんで、うん、今多分かなり減ってきてると思いますが、まあ、そういうこともあったということですね。そうですね、話聞いてるとすごくロッド関係良くなってきたんだなっていうのはうんうん、うん、思いましたね。そうね、うん、今ね、まあ、僕らも日々なんかちょっとふざけたショーツ上げてますけどあれはまあ、 あのフィクションであってそうですね、あのリアでは全然違う、もうかなりホワイトな環境になってると思う、はい、そこは皆さん見直すっていう、あれはフィクションなんで、はい、これは声に出して言っときますけどフィクションなんでちょっとぐらい本当入ってるかもしれないっていうところだよね。はい、そうですね、うん、はい、ありがとう、了解。じゃあさ、その、まあ、結構一日のと流れとか雰囲気をつかめたので、うん、まあ、ちょっと気になったのは途中でさ、やっぱ複数のプロジェクトのいろんな会議に入るっていうところで、はいはいはい、やっぱりこう商社とかいた僕からするとすごい大変なことに思えるわけ、うんうん、で多分苦労したって話あったと思うから最初からできたわけじゃないと思うんだけど、これってまあどういうふうにこうできるようになってたの。今回視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。ぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに皆様の挑戦お待ちしております。そうですね、慣れがやっぱ大きいんですけど、うんうん、特に慣れたポイントで言うと、一つはやっぱりスペシャリストの人と会話することが多いんで、うんうん、結構まあお偉いさんの方と、うんうん、プロで素人って状態が常に続くんですよね。なるほどね。でそういった中でこう早くキャッチアップしなきゃいけない、でどこまでのこう具体度まで、抽象から具体までこう抑えなきゃいけないっていう感どころが分かった、うんうん、会話するためには最低限ここまでの知識をつけなきゃいけない、かつどうつければいいのかみたいなところが上手になってきたっていうのが1個と、あとはもうプロジェクトマネジメントと方法決まってるんで、この課題管理表とか WBS とかガントチャートとか、まあ、そういうフレームワークである程度この時はこれを落とし込めばいいやっていうのが染みついてきたって感じですね。なるほどなるほど。1点目についてはあの結構多分若手やりがちなんだけど、その道のプロと対する時にその道のプロレベルの知識をつけなきゃいけないみたいな身構えてると当然回んないし、そうですね、押さえるべき要点はあって、イメージ例えば、まあ、7割から8割ぐらいの要点がつかめていれば、会話できるしプロジェクトは回ると。そうです、ね、その勘どころが分かったっていうのが一つ時短というか、うん、効率よくプロジェクトを進めて分かったことってね。これ多分 PMO やってる人はめちゃくちゃやっぱ上手だと思いますね。あ、まあ、上司からとかやっぱものすごいですね、うんうん、入って1週間とかでバーっても容量掴んで、ね、ここですよねって会話できる、うんうん、だから先輩が言ってたのがもう2週間いればあなたはもう専門家だみたいな、うん、なるほどこと言われて、いやざけんなって思ったんですけど、それね、商社だとね2ヶ月とかだったら 2ヶ月っていうスパンで言われること多かったから、それでも早いなと思ってたんだけど、やっぱりそれだけプロジェクトを転々とするコンサル特有の、あ、2週間で有識者と思い出した、あ、君はもう有識者からだなって、会話できたら当然だよねみたいなこと言われて、いや無理なんだけどなとか思ったんですけど、実際上の人入ってくると本当に2週間ぐらいでキャッチアップして普通に会話してるんですよ、うん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 、お偉いさんと。いや、そこ本当にすごいなと思って思いましたね、うんうん、なるほどなるほど。で1点目が、まあ、専門知識のキャッチアップの要領とかスピード感が分かったということと、2つ目がプロジェクトマネジメントのフレームワークが頭に入ったっていう、うん、その2点で仕事ができるようになってきたっていうふうに当てるもとました。そうだね、まあ、少なくとも最初入社当時よりはできるなと、はい、僕の認識ではそんな甘いよとか言わないでください。いや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 、これはすごい大事なスキルだと思っていて、まあ、僕も後期という意味日々働いていて、この2点をすごく感じるところで、例えばこうスタートアップもさ、プロジェクトを担当するっていうことというよりは、まあ、事業がたくさん立ち上がって進行してるじゃん、はい、それぞれに対する、例えばじゃあ後期ちょっとウェブマーケやってるみたいに依頼した時にキャッチアップするスピードがかなり速いなと思ってて、要点掴んだようなスピードで掴んで事業を起こして目標を決めた時のやっぱりこの目標管理で、この WBS とかさっき課題管理表とか、はいはいはい、ガントチャートってことが出ましたけど、そこのフレームワークを使ってプロジェクトを立ち上げて進行するまでのところのスピード感とか時間軸の引き方がすごく正しいなと思って、
これやっぱりコンサル時代の経験が生きてるってことだよね、きっと。まあもうそのままやってるだけで、真似してるだけですね。真似したものを社内で偉そうにこうやるんだよって言ってるだけです。そうだね。うちも後期の PM のフレームワークに沿って授業を進捗してるんだけども、まあ、かなりこの威力っていうのは僕も思い知ってるんで、まあ、相当どの業界どういうポジションでも使えるフレームワークなんだろうなっていうのは一緒に働いてる感じのところだね、うん、そうですね。なんでまあ戦略コンサルもいいんですけど PM もどうですかっていう話ですね。そうだよね。戦略コンサルの割合ってあんまり多くないと思うんだけども、まあ、コンサルタントとして可能性を幅広げるんだったら PMO っていうのはやっぱり立派な仕事だし、いろんなフレームが手に入るっていうメリットはすごくあると思うので。そうですね、ファーストキャリアとしてはいいよね。うん、だと思いますね。やっぱ今の、まあ、ビッグ4とかアクセンチュアとかビームとかあのあたりってやっぱ PMO が主だったり、アクセンチュアもコンサル部門って全体のこう2割くらいだったりとかするんですけど、まあ、その中でも、まあ、20% のうちの 3% くらいが多分戦略で、それ以外の部分はやっぱ PMO がメインだったりとか、まあ、コンサル部門でもそうだったりとかするので、まあ、なんかこの動画で PMO のイメージはなんとなく分かってもらえれば嬉しいかなと思ってます。ありがとうございます。ということで、1日の流れからそこで学べたこととか今どう生かされているかって話を今日は元アクセンチュアのコウキ君に聞いてきましたと、はい、ということなんですけども、まあ、まさに今日の話を聞いてね、こうコンサルタントに挑戦してみたいとか、コンサルタントからフレームワークを生かして、この能力を生かして次の職場に挑戦したいとかって思っている方がもしいらっしゃったら、私の方も転職のサービスやってますので、ぜひ概要欄の方から応募してみてください。今無料で相談できますので、ぜひぜひ挑戦してもらえればと思います。はい、それではコウキちゃん、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、それではまた皆さん次回しましょう。 See you next time. バイバイ。今回、視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。大手からベンチャーまで幅広く300名以上支援実績のある優秀なコーチングスタッフが担当いたします。20代から30代で転職に挑戦してみたい皆様が対象になっております。転職活動の進め方がわからない、現職にモヤモヤしている、転職に興味あるんだけど自分のスキルに自信がない、このチャンネルに出てくるゲストみたいなキャリアが歩みたい、こういった思いや悩みを抱えている皆様はぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに。皆様の挑戦お待ちしております。